美ノ谷二号墳は、兵庫県矢部市大賀町小山に存在する円墳。美ノ谷古墳群を構成する古墳の一つ。日本で2例目の年号入り鉄塔が出土したことで知られる。美ノ谷二号墳は、美ノ谷古墳群に属しており、現在、二号墳のほか、三号墳、四号墳、五号墳の四基の古墳が現地保存され、 1992年12月18日に、三ノ谷古墳群として、国の史跡の指定を受けている。二号墳は、東西12メートル、南北14メートルの円墳であり、長さ8.6メートル、幅1.2メートル、高さ1.7メートルの横穴式石室を持つ。1983年に、公園整備のため行われたミノ谷古墳群の発掘調査により、末期、 金管3点、鉄属、バグ等の鉄製品、鉄塔など103点の異物が出土した。出土した末期により、6世紀末から7世紀初頭に築造されたと考えられており、出土状況から2回以上の追贈が行われたと見られている。1983年12月に出土した鉄塔を奈良国立文化財研究所において X 線検査したところ、 刀身の柄寄りの部分に、母神年5月と刻まれた銅像岩による名文が発見された。監視年号を持つ鉄塔の出土例としては、東海山古墳に続いて全国2例目である。母神については、出土した末期の特徴から608年と推定されている。この名文から母神年名大塔と呼ばれており、金具塔から アスカ地方で製作されたものと推定されている。本古墳の出土品一括は1992年に重要文化財に指定された。なお、2020年の官方告示で出土品の印数訂正と名称変更が行われている。出土品は日本国の所有で兵庫県立高古博物館に保管されている。蒸気の金属製品6 1には武器類、バグ類、 近藤耳輪などが含まれているありがとう